今日はゲームの前のチープトークというお話をしていきます。で、これまでの復習をいきましょう。で、中間試験の後こんなゲームをやってきました。で、それはゲームをプレイする前に一方のプレイヤー、いつも使っている数値例だと労働者ですね、労働者あるいは就職活動中の皆さんですね、それが他方のプレイヤー、数値例では企業ですね、この人に対して情報を送ることができるような状況を考えました。具体的にはタイプを送りましたね、あるいはタイプだと信用してもらえないから学歴を示すと、まあ、そういうのを考えました。で、そこではじゃあどういう結果になるだろうかって予測するときには完全ベイジアン均衡というのを使って分析しました。ゲームの木を書いてちゃんと均衡どれかなっていうのを探して、で、情報が伝わるかなというのを見ましたね。そんでそこで何が分かったかというと、まず情報を送る側皆さんと企業を受ける側の利害が完全に一致する状況を最初に考えましたね。そこでは能力の高い人は本人は当然難しい仕事をしたいし、企業も難しい仕事をしてほしい、一致してますね。で、それだけじゃなくて能力低いタイプもその人は楽な仕事をしたい、そして企業側も楽な仕事をしてほしいということで、全てのタイプについて利害が完全に一致してましたね。そんな状況では自分のタイプを発言するだけで情報が伝達されうる、まあ得るって言ってるのは一括金庫もあるんで絶対伝わるとは言い切れないんだけど、分離金庫があるので、伝達しうるよと、する可能性があるよという話をしましたね。一方で完全に一致しない場合で、この場合ですが好タイプは今まで通り一致してんですね。送る側がタイプ高ければ難しい仕事したい、受ける側も難しい仕事してほしい。でも低タイプの方は自分も難しい仕事したい、給料欲しい、でも受ける側企業は簡単な仕事をしてほしいということで完全には一致してませんね。で、そんな状況では発言だけでは情報が伝わらないよという話をしました。それは一括金庫しかないんですね。で、似た例であんな洋服屋さんの話もしましたね。完全に一致しない状況、どんな状況かっていうと、服が似合っている場合には似合ってますよというわけですね、店員さんは。そんで皆さんがそれを信じるかもしれません。で、それは利が一致してますね。ちゃんと似合っている場合には似合ってるって言ってほしい。でも似合ってない場合であっても送る側は似合ってますよって言うんですね、買ってほしいから。ということでその場合には受ける側と利が一致してませんね。似合ってない場合正直にそれ言ってほしいのにということで、そういう場合には発言だけでは情報が伝達されないんですね。だから学歴で言えば学、なんだ、企業の話で言えば学歴というのが重要になってきてね、それを使って伝達するということになるし、あるいは服屋さんだったらね、私もその服を持ってるんですとか言ってね、でいい服だよっていうのを伝達するとかね、まあ、そういう話はやりましたよね。で、今回学ぶことは何やるかっていうと、ちょっと大変でしたよね。前回までの話、完全ベイジアン均衡を出す、ベイズの定理を使ってね、で木を描いてわざわざ導出する、まあ大変でしたよね。だけど両者の利得の情報だけ見れば、利害が一致してるかしてないかとか見れば、発言、つまりタイプの申告を信用できるかどうか判断できそうですよね。利害が一致してるのかしてないのかだけで、でそれを、考えていきましょう。で、特に、この次の2つの仮定をもとに2つの条件を用いて判断するというのを考えていきます。1つはですね、まず情報を伝える側の人、この人は相手に何伝えるか、知られて得する情報を伝えますよね。まあ利益をね、最大化しようとするんだったらね。だからこの人が言ってること、そのことを信じて私が行動したらね、聞き手が行動したら逆に喋ってると損しちゃうと、そんな状況だとしたらそもそも言ったこと嘘なんじゃないというふうに判断できるんですね。だから聞き手としてはなんでそんなこと言うんだろうと考える必要があるんですね。なんでそんなこと言うんだろう、
それが本当だとしたらあなた損するじゃないかと。だったら言ってること嘘なんじゃないかと疑っちゃいますよね。まあ例えばね、詐欺とかだそうですよね。ある人がね、あなたにお金送ってくださいと100倍にして返しますよとあなたは聞いたとしますね。なんでそんなこと言うんだろう。もしも本当に100倍にして返すんだったら、そんなこと言って私が振り込んだらあなた損するじゃないか、100倍損するじゃないかと、うん、嘘っぽいなと、そうなりますよね。ということで、それを言うことで得してないような言葉を言ってたら、それは嘘である可能性が高いんですね。これが一つの判断方法。ちゃんと言って得してる情報か、そうだったらなんか信用できるなと。もうちょっと具体例やったら分かると思います。で、二つ目。話し手にとって複数の状況で同じ発言するのが得な場合は、ちょっとこれピンとこないと思いますが、さっきの洋服屋さんの例考えてください。似合ってる状況でも、似合ってない状況でも、似合ってますよっていうのが得ですよね。ってことは、似合ってますよって聞いてあなたはどう判断すればいいんでしょうか。本当に似合ってるのか似合ってないのか分かんないですよね。ってことは判断できないですよね。ってことで、似合ってるよって言われた時には、もし似合ってなかったらこの人なんて言うんだろうと考えなきゃいけないんですね。話し手がね、もし似合ってなかったらなんて言うんだろう、あ、似合ってなくても似合ってるよって言うよなと、あ、だったら信用できないなと。まあ、まあ本当かもしれないけどね、本当に似合ってないかもしれないけども、似合ってなくても似合ってるよって言うから、だから判断しようがないよね。それはまた企業のねタイプの話も同じね。あなたが企業だとしますね、採用者側だとします。話し手が私はタイプ高タイプですよと言ったとしましょうか。で、うん、確かに高タイプだったら難しい仕事割り当ててほしいから、うん、本当に高タイプかもなということで、まあこれ例えばね、これの場合1個目の条件満たされるのね。ちゃんと高タイプだって伝えて、難しい仕事割り当ててもらったら得するからね、高タイプっていうに決まってますね。ですから、さて本当だろうか、低タイプだったらどうするだろうか。低タイプでも高タイプだよって言って難しい仕事割り当てさせておいて、で低タイプの人でも得しますよね、そのことを言って。ってことで、この聞き手にとってみて、この話し手っていうのはね、判断できないんですね、高タイプって言われても。っていうのも、複数の状況、本当に高タイプの情報でもそう言うし、低タイプの状況でもそう言うから、どっちか判断できないですよね。というのがこの話です。というのがこの話ですね。で、これをもうちょっと具体的に考えていきます。そしてそれが自分のタイプに関する発言です。まあこれまでの、確認みたいなもんかな。ゲームの気を使わないで信用できるかを確認してみようと。で、今回はさらに追加で、ゲーム前に今からプレイする戦略を予告できる場合も考えてみましょう。どんな例かって、まあ簡単だったらじゃんけんね。今からグー出しますよ。これ信用できますかね。で、当然ね、その人負けたくないのね。今からグー出しますよ。果たして聞き手は信用できるだろうか。で、これ予告通り行動するのが我者にとって得だろうか。グーを出すよって言って、相手が信じてパー出しますね。そうしたら予告通り行動したら負けますよね。ってことは、これ予告の信頼性低いんだね。こう行動するよっていう予告、グー出すよって言って本当にグー出したらあなた負けちゃうじゃんと。だったらグーかどうか怪しいなとなりますよね。まあ、そういう自分の行動を予告するときに信頼性、その場合の信頼性について考えます。ただこれ絶対信頼できないかって言ったらそんなことなくて、男女の争いで映画館行きますって言ったとしますね。そんで、まあ私はじゃあ信じたとしましょうか。そうしたら、最初に言った相手、映画館行くって言った相手は予告通り行動するのが得ですよね。映画館行きますよって言っておいて、聞き手が、あ、じゃあ私も信じていくわと。そうしたら、あ、やっぱやめたって言ったら会えないよね。だからその場合には信用できそうですね。ということで、こういう3つの条件を使って判断するというのを考えていきましょう。で、ちなみにですね、この授業のタイトルのチープトークというのは、何かというと、話す内容次第で利得の数字が上がることも下がることもないと。つまり利得表の数字は変わらないということね。
この話す内容次第で相手が反応を変えるから利得が変わるとは、まあ、それはあり得るんだけど、嘘をついたからペナルティで減るとかね、そういうのはない。正直言ったから、プラスになるとかないと。そういうのがチープトーク、言うだけです。でニュアンスとしては、言うだけならただと、まあ、そんなニュアンスですね。これチープっていうのはただのこと、ただみたいなことね、まあ、そういうことです。でさて、まず利害が一致する状況での発言の信頼性について考えてみましょう。で、繰り返しやってる、利害が一致する状況ね、つまり労働者は高タイプだったら難しい仕事の方がいいし、低タイプだったら優しい仕事の方がいい。労働者はそうだし、企業も全く同様に高タイプだったら難しい仕事してほしいし、低タイプだったら優しい仕事をしてほしい。まあ、そんないつもの例ですね。最初にやった例ですね。で、ここで企業は、例えばね、皆さん企業になってください。自分がその身に置いてみると分かりやすいので、あなた企業ね。で、労働者が自分は高タイプですって言ったと。信用できるでしょうか。あるいは自分は低タイプですって言ったら信用できるでしょうか。そんで一つのやり方はね、このゲームの木を変えて完全ビジョン金庫を求めるとか、まあ、そんなやり方も今までやったんだけど、もっと簡単に求められないだろうかっていうのを考えてみましょう。で、ここで皆さんは、企業側になってくださいね。で、企業が相手の労働者が自分は高タイプですよって言いました。それを聞きました。なんで信用できるんだろうかっていうのを考えてみますね。また信用できるんだろうかどうか。で、一つ目、最初の条件やりましたよね。相手はそんなこと言って得するんだろうかというのを考えてみましょう。つまり労働者が本当に高タイプだったとしましょうか。そんな時に自分は高タイプですよと言って、果たして労働者は得をするんでしょうかというのを考えてみますね。つまりこう考えるね、皆さん企業ね、なんでそんなこと言うんだろうか、それが本当だったら何が起こるだろうか、こう考えますね。もしも労働者が本当に高タイプだったら、うん、私は難しい仕事割り当てるよなと。はい。で、難しい仕事割り当てました。労働者は得しましたね。あ、確かに得してるなと。まあ、つまり、あ、なんで高タイプなんて言うんだろう。あ、私に難しい選んでほしいのねと。だってそうするとあなた得するからね。これ納得いきますよね。つまり、まず第一段階ね。自分がこうと労働者が言いました。私が信じましたね。仮に信じたとしましょうか。そうしたら私は難しい仕事を割り当てますね。それがこれの図の話ね。高タイプだったらどっちがいいか、企業であるあなたは難しい仕事を割り当てます。そうすると相手は嬉しいですよね。その結果、私が別な行動、例えばね、優しい選んだ時よりも私に難しいを選ばせて得してますよね。ということで、あ、なるほどね、私に難しい仕事を選んでほしいのねと。確かにそうするとあなた得するからねと。納得しますよね。ということで、この発言っていうのは、労は得するかで言えばイエスね。つまりこの発言っていうのは、労働者が本当に高タイプであることと辻褄が合ってるなと思いますよね。だからとりあえず、信用できそうですね。第一段階クリアと。そんな感じです。確かに私に難しい選んでほしい状況ですね、あなたは。あ、そう、私に難しい選ばせるためにちゃんと言ってるんだねと。私に難しいを選ばせるために、私の利得知ってて、私は難しい仕事を割り当てたいのを知ってるから、高タイプにはね。あ、確かにそれで得してるなと。で、それが理由1ね。はい。で、今度もう一個の理由見てみよう。で、例の話しましたよね。もしも似合っても似合ってなくても、似合ってるよっていう場合には信用できないって話ね。で、同じこと考えてみようか。で、自分がこうと言って得する労働者のタイプ、高タイプの場合にはそうであるのを確認できましたね。確かに高タイプだったら自分は能力高いよって言って、私に難しい仕事を割り当てさせておいて得してるなと。でもちょっと待ってよと。相手が低タイプだったらどうだろうか。もしも自分はこうと嘘ついて私に信じさせて、私に難しい仕事を選ばせますね。それがこれで、一旦そう選ばせておいて、実は私は低タイプです、その発言嘘です、そんな場合には相手得してないだろうか。
つまり本当は定タイプなのに嘘をついて私に難しい選ばせておいて得しようとしてないか。つまり別の状況でも高タイプっていうのが得になってないかを調べるのね。程度似合ってますよと同じね。本当は似合ってないのに似合ってますよって言って得しないだろうかっていうのを調べるのね。でそうすると確認しますね、私にこうと嘘をついておいて難しい選ばせます。ですが実は本当は定でした。利得は発言じゃなくてね、本当のタイプによって決まりますよね。でこうやって私にこうって信じさせておいて難しい選ばせておいて私にね信じさせておいて難しい選ばせておいて本当は定だったら得するでしょうか。定だったら損してますよね。本当は優しい仕事の方が得なのにね、難しい仕事割り当てられて損しちゃいますよね。だからこの人ね、労働者はストレスのある仕事は嫌なんですよ。嫌なのに私能力高いですよって言って難しい仕事割り当てられたら損するよね。もっと楽な仕事がいいのにということで、これノーで、ごめんなさい、イエスですね。こうだけか、いえいえ、そうですよ、こうだけですねと。定だったらそんなこと言ったら損しますよねと、嘘だったら損するよねということが確認できましたね。つまりこの発言、私を誘導するための嘘、本当は定なのにこうと言って私を誘導しておいて信じさせておいて、ほんでこうやって得するよっていうことはないよね。そんな可能性ゼロですね。ということで信用できると判断できますね。この2つの理由でこの自分は高タイプですよっていうのは信用できるのね。こうと言って得する、本当だったら、実際に発言が本当だったらそういうのが得だし、もしも本当は別タイプだったら逆にそんなこと言うと損しちゃうよと。だからこうって言いたいのは本当にこうの時だけですねと。だから信用できるって言えるんですね。というのがこのゲームの気を書かない判断方法になります。でこれで自分はこうを信用できますね。で自分は定、もうこれもし、チェックしてみようか。自分の能力は低いです。こんなこと相手が言ってきました。皆さん企業ね、これ信用できるだろうか。皆さんこう考えるのね。なんでそんなわざわざ定って言うんだろうか。本当にそんなこと言って得するんだろうかと。まず私が定を信じたらそれに対して私は能力低いんだったら優しい仕事してもらおうと思いますよね。優しいを選ぶ。でその結果どうだろうか。相手は実際そういうことによって自分が欲しい優しい仕事割り当ててもらえますよね。得してますよね。この人ストレスのある仕事嫌だから。だから別の手選ばれるよりも得してますよね。難しい選ぶよりも。ということでこれ納得できるのね。ああ確かにそうだねと。なんで手って言うんだろうか。あ、優しい仕事を割り当ててほしいのねと。私だってあなたは手って言ったら私優しい仕事を割り当ててるし、そうするとあなた嬉しいからねということで通じて回ってますね。そういうことによって相手は得してますということで、私を、ある意味誘導するんだけど正直なことを言って誘導してるんですね。ということでこの手は信用できる理由の一つをクリアしてます。得になることしか言いませんと。で二つ目、もしも別の状況でも手っていうことが得になってたらただ信用できないよねっていう話しましたね。じゃあそれ確認しようか。もしも相手がこうだったら、嘘だったら手って言って得しないだろうか。つまり手と言って得するのは手の時には得するのは1個前のスライドで分かった。本当はこうの時でも手って嘘を言うのが得になってないだろうか。これを見てみようか。でまず自分は手、これ私信じたら優しいを選ぶ。まあこれはさっきと同じね。はい、定って言いました。よし、じゃあ信じたら優しい仕事割り当てよう。で、もしも実はこの人は高タイプだとしましょうか。高タイプ。だとしたら、こんな私に定って言って信じさせて優しい仕事割り当てられたら損してますよね。これになっちゃう、ゼロになっちゃうんでね。だから嘘で私を誘導しようとして定なんて言ったところで本当は高タイプがね、得しないですよね。ってことでこの発言が私を誘導するための嘘の可能性はないんですね。定っていうのは本当に定の時だけ、高の時にそんなこと言ったら損するから。だって高タイプは難しい仕事したいからね。
なのに手って言って優しい仕事を自ら割り当ててもらおうとなんて思いませんね。ということでこれは信用できると言えますね。ということでこれで確認できたのは、何が確認できたかというと、利害が一致する状況を考えました。情報の送信者、労働者の利害と情報の受信者、企業の利害が一致する状況を考えましたね。すべてのタイプというのは高タイプも一致しているし、低タイプも一致している。どちらも高タイプは労働者も企業も難しい仕事がいい、低タイプは労働者も企業も優しい仕事がいい、一致してますね。でそこでは自分は高い、自分は低い、どちらの発言も2つの条件満足してますね。本当にそうだったらそういうのが得だし、別の状況だったらそう言ったら損するということで満足してますね。ということでここから発言は信用できると考えられるんですね。じゃあ、これで、まあ、ゲームの日を書かないで判断するっていうのはできますね。じゃあ次、じゃあ利害一致しない状況で同じことをチェックしてみようか。一致してない状況、つまりこの黄色で書いてるところね。低タイプは今までは優しい仕事で、まあ、まったり仕事を過ごしたかったんだけど、今は低タイプであっても難しい仕事をしてほしい、そんな状況でしたね。でここでなぜあなたね、企業であるあなたは自分は高タイプですとか低タイプですを信用できないんでしょうかというのを考えてみましょう。当然ゲームの木を書いたら一括金庫しかないから発言は信用できないでっていう話になるんだけど、まあそれをしないで判断していますね。で工程それぞれの発言についてさっきの2条件チェックしてみようか。じゃあまずこうからいきましょう。高タイプ、自分はこうを企業は信用できるだろうか。一つ目の確認ね。なんでそんなこと言うんだろう、こうなんて。もし本当に労働者こうだったら自分はこうと言って得するんだろうか。得するんだったらまあとりあえず一つ目の条件クリアね。でもし自分は高タイプですよと言ってきて私が信じたとしましょうか。そうしたら今まで通りね、難しい仕事の方が企業の利得高いので、難しい選びますね。でその結果相手は得してるでしょうか、高タイプ。これ得してますね。ということでこれ一応辻褄合ってるのね。つまりなんで自分はこうなんて言うんだろうか、相手が仮にね本当だとしたら、あ、私に難しい仕事を割り当ててもらってそれで得したいんだなと、確かに納得できるなということで1個目の条件クリアできますね。確かに高タイプだったらこうって言いたいですね。でこれは例のあれと同じです、似合ってる人に対して似合ってますよって言いたくなるの当たり前ですよね、店は買ってほしいからね。だから別に辻褄合ってるのね。本当に似合ってる時に似合ってるっていうのは辻褄合ってると。だけど今度2つ目の条件が合わないんですね。自分はこうと言って得をする労働者のタイプっていうのは本当にこうだけなんでしょうか。まあこうだったらクリアするのは分かったけども、本当は低だとしますね。なのに自分はこうっていうのを私が信じたら何を選ぶ。これは今まで通りね、こうなってるんで信じたら何を選びますね。そのことによって本当は低タイプだとしたらこうと言って難しい仕事を選ばせておいて得してますよね。ということでもし発言が嘘で労働者が本当は低タイプの時、そんな時であっても自分は高タイプですよと言って私に信じさせて給料の高い仕事を割り当てさせておいて労働者は得するっていうのが分かりますよね。ということでこれ信用できるとは限らないんですね。ノーなんですね。別のタイプ低の場合でもこうって言いたくなるんですね。ということでこれ私を誘導するための嘘の可能性を排除できないんですね。でこれはさっき言った、服の話と同じね。確かに似合ってたら似合ってますよっていうのは得なのは分かったと。確かに似合ってたら似合ってるよって言うだろうなと。でも似合ってなくても似合ってるよって嘘言ったら得するから、だから似合ってるっていうのを聞いただけじゃどっちか分かんないんですね。嘘の可能性排除できないと。本当かもしれないし嘘かもしれないというのがこれで確認できますね。だからこれ信用できないということになりますね。全員がこうって言いたくなっちゃうと、そんな状況だから信用できないというわけですね。これでこうは信用できるとは限らない。本当かもしれないし嘘かもしれないというのは分かりましたね。一方、低
まあ、これはね、確認その1でおしまいにしますね。もうこれクリアできないので、もしも労働者低かったら自分は低ってわざわざ言うだろうか。まあ、実際言わないよね。低タイプだったら低って言ったら私はどうするか、信じたら、あ、だったら簡単な仕事してねと言いますね。優しい仕事ね。でその結果、低タイプの人は得するだろうか。優しい仕事をやられてられたら損しますよね。だからこれ、労働者が本当に低タイプだったら低って言わないんですね。こうって言うんですね。辻褄合わないですよね。だからそもそも、まあ、自分は低なんて誰も言わないですよね。誰も似合ってませんよって言わないのと同じでね。ということで、まあ、この発言も信用できませんね。まあ、実際言われることもないし。ということで、確認しましょうか。まとめましょうか。利害が一致しない状況では、肯定どちらの発言も発言を信用できる2条件の両方は満たしてないですね。肯定のは1条件満たしてないし、定も満たしてないですね。まあ、定は2つ目の条件も満たしてないんだけど、ということで労働者は何を言っても信用できませんよね。似合ってますよって言われて信用できないのと同じね。どっちか分かんない。ってことは私はどうすべきでしょうか。企業ね、労働者の発言何言ってもそれは信用できないので無視しますよね。無視したらどうするかって言ったら、意思決定どうするかって言ったら、事前情報、つまり最初のね、高タイプが3分の1、低タイプが3分の2、自然の意思決定ね、自然が各タイプを選ぶ確率だけをもとに意思決定せざるを得ないですよね。だから情報は伝わらないということになりますね。結局店員さんの言うことは信用しないで、結局自分の似合ってる服3分の1だなとかね、そういうのをもとに判断するっていうことになりますね。というのが結論になります。ということで、この2条件を使うことで、まあ、ゲームのキーを使わなくても一応情報が伝わりうるかっていうのを確認できるというのが、分かったと思います。じゃあこれはある意味前回までの復習みたいなもんなんだけど、じゃあ今度新しい話いきましょうか。じゃあ今からプレイする戦略、今からグー出しますよとかね、そういうやつ、それの信頼性について考えてみましょう。でどんな設定かというと、タイプなどない通常のゲーム、まあ普通のゲームですね、最初に自然が決めてとか、そういう自然の手番がないような普通のゲーム考えましょう。ただの利得表で表せるようなね、そんなプレーをする前にプレイヤーの一人が次の発言しました。自分が今から戦略ホニャララをプレイするよと、じゃんけんだったらグー出すよと、この発言をもう一人のプレイヤーは信用できるでしょうか。それを考えてみましょう。でこれについても今までやった2つの条件を使うことができます。でそれに加えてもう一個追加条件を加えて信用できるかどうかを考えましょうというような話です。で例としてこんな話いきましょうか。これね、男女の争いと同じなんだけど、ちょっとね、後半の話とプレイヤー一致させるために、投球練習というのをしましょうか。ブルペンで投球練習するとかね、野球ので、同じチームの投手と捕手が試合前の投球練習をします。でこれ色としてはね、情報を送る側を、ブルーで書いていて、受け取る側をオレンジで書いています。でそれがね、行プレイヤー今までオレンジで、レスプレイヤー、ブルーで書いてたりしてね、逆になっちゃってね、ちょっと見にくいかもしれませんが、ちょっと、意味の統一のためにちょっと逆になっています。いつもの利得表とね、色が。でここでですね、ピッチャーは直球投げるか変化球投げるか決めるのね。で味方のピッチャー、ごめんなさい、味方のキャッチャー、キャッチャーは直球を待つか変化球を待つか決めると。で、利得表としては、まあこれね、全部11、こっち11、11でもいいんだけど、11と00だけでもね、ちょっと男女の争いと一致させるために、こういう設定を入れています。まあこういう設定なくてもいいです。で、まあ今回はね、投げる球種を捕手が待って補給できたら両者得。逆にね、そうじゃない場合0ね。そうじゃない場合プラスになってますよね。待ってる球を投げたらプラスですよね。ただね、これのこの2つ順序をつけるためにこんな設定にしてます。ピッチャーは直球投げの練習したいです。だから直球投げ直球キャッチの方が変化球投げ変化球キャッチよりも高いと、まあ、そんな設定ね。で捕手は逆に変化球取る練習したい、
これね、比べたらこうなってると言うんだけど、別にこれ、映画でもいいですよ。映画と劇でもね、同じですよね。こっち映画劇ね、男女の争いと同じね。でここでピッチャーがこんなこと言いました。今から直球投げますという発言をしました。キャッチャーはその発言を信用できるでしょうか。これを考えてみましょう。できますかね。皆さんキャッチャーになって考えてみてくださいね。で相手が投げる球をちゃんと待ってたら取れていい利得になるのね。であるいはこれ男女の争いでもいいですよ。今から映画館に行くって一人が言いました。もう一人はそれを信用できるでしょうか。これを考えてみよう。で使う方法、まず2つの条件は今までと同じです。直球投げますを保守である皆さんは信用できるでしょうか。確認その1。まず本当になんでそんなこと言うんだろう。キャッチャーはね、考えますね。なんでそんなこと言うんだろう。これピッチャーがね、相手は本当のことだとしましょうか。じゃあ言ってること、本当にピッチャーね、直球投げるとしましょうか。でそう言って得するんだろうか、それを考えるんですね。なんでこんなこと言うんだろう。もしもピッチャーは直球投げるをキャッチャーが信じたら、キャッチャーは直球待ちを選びますよね。それは今までと同じく、直球投げに対してじゃあどっちが得だろうか、直球待ちがいいですよね。はい、キャッチャーは直球待ちを選びます。それによってピッチャー得してますか。別の変化球待ちとかね、別のことされるよりも得してますよね。ということでこれイエスですね。だからキャッチャーはこう考えるんだね。あ、なんで直球投げたいなんて言うんだろうか。あ、そうかそうか、私に直球取ってほしいからねと。直球投げるって言ったら直球待ってもらえて、私が直球待ってあげるから、それによって直球キャッチしてもらえて得してるねと。あ、だから言ってんだな、辻詰まってますよね。ということでこれ一つ目の条件クリアしてますね。でこれは男女の争いも同じで、映画に行くって言いました。なんでそんなこと言うんだろう。映画に行くって言ったら俺も映画行きようなと。そうすることで二人会えて得するなと。あ、二人会いたいから映画って言ったんだなと、納得できますよね。ということでこれ1個目の条件 OK ね。確かにそう言って得してますね。で今度2つ目、でもこれ直球投げるって言っておいて、あるいは映画行くって言っておいて、本当はそうしないつもりもそんなこと言うのが得なんじゃないと。それをチェックしてみましょうか。俺を引っ掛けるために言ってんじゃないだろうか。つまりそう言って得するのはその時だけで、本当の時だけで、嘘の時には損するよと。そんなことチェックしましょうか。で、チェックしますね。直球投げるようキャッチャーが信じたら直球待ちを選ぶ。これ今まで通り、はい、直球待ちしますね。で本当は変化球投げるつもりでした。そんな場合どうなりますか。そんな場合でも直球投げるって言って得するでしょうか。そんな場合には、変化球投げる場合には直球待ちされたら球は取られなくて後ろに反らしちゃうと。損しますよね。損する。ってことはこれ確かに直球投げる時だけしか得しませんね。嘘の時は損しますよね。ということで発言がキャッチャーを誘導するための嘘である可能性はないですね。ということで、今のところ信用できますね。大丈夫ですかね。これで、これ映画で言えばね、本当は映画に行くとか言っておいて、俺に信じさせておいて、映画に来させておいて、本当は劇に行くつもりなんじゃないか。でも劇に行くつもりだったら、そんなこと言って俺に映画に来させたらお前一人ぼっちになっちゃうじゃないかと。だから本当は劇に行くつもりなのに映画に行くって言って嘘ついて得しないな相手は。うん、だから映画って本当だろうなと。そんな嘘の可能性、嘘つくとね、損してるわけだからっていうふうに判断できますね。というのが今までと同じ2つの条件を適用した場合です。さてここで戦略の場合もう1個条件入れましょうか。戦略の予告で新たに生まれる信頼性の問題というのが出てきます。仮にさっき言った2条件を満たして発言者は聞き手に予告を信用してもらえたとしましょう。映画に行くって言って信じて映画に行くって決めた。しかしいざ意思決定するときになったら、やっぱり手を変えて
劇に変えた方が得すると信用できませんね。一旦俺に信じさせておいて、でもその時になったら手が痛くなっちゃうんじゃないの、利得が上がるからと、そういうんだったら信用できませんよね。土壇場になって手を変えたくならないだろうか、俺に信じさせておいて。つまりこれ信用できないのね、この手変えたくなっちゃったら。逆に言えば、次の条件を満たされる発言は信用性が高いんですね。発言者を信じた相手が、映画を信じた相手が、発言通りの行動に対する、つまり A さんの映画に対して最適反応を選びました。映画ですね。俺も映画行くよと。さてこの時、実際に発言通り行動するのが A にとって得でしょうか。つまり映画に行くよって言っておいて、じゃあ映画行こうか、信用して、で A さん信じさせられましたね、映画に行くっていうの。さて行動どうしようか。これに対してベストな反応は映画でしょうか、やっぱり劇に変えたくならないでしょうか、っていうことですよね。これ何かって言ったら、これナッシュ均衡と同じですよね。発言通りの行動への最適反応に対する反応が発言通り、これナッシュ均衡ってことと同じですね。ということで、これがですね、ナッシュ均衡じゃなかったら手変えたくなっちゃうから、土壇場になって手を変えられる可能性があるんですね。ということで、それを確認しましょうか。はい、じゃあさっきのね、キャッチボールの話で、ピッチャーは直球投げますって言いました。直球投げるよと。それに対して、じゃあ直球待とうと。直球投げるよに対して、最適反応直球待とうね。で、それに対して、直球待った相手に対して、本当に直球、投げるのが得ですか？得ですよね。つまり、まあこれ下線引いてきゃ分かるよね。下線引いてるってことね、ここ。で、これとこれ比べて下線引いてる。つまり両方下線引いてるってことだから、これなし均衡ってことね。ってことで、これ、ちゃんと約束通り投げるのが得ですね。手を変えたくなりませんね。ということで、信用できるっていうのが分かります。つまり、キャッチャーは次のような考えで発言を信じるはずなんですね。君の直球投げるを私は信じて直球を待とう。それ第一段階ね、これね。風邪ひいてるのと同じね、ここ。でも君は心変わりして変化球投げないだろうか。私の直球待ちに対して、あなたの最適反応は確かに約束通り直球だなと。あ、じゃあ大丈夫だなと。両風邪ひいてるんでなし金庫ってことね。はい、ということで手を変えたくならないですね。ということでこれも信用できると。いうことになります。じゃあそれを今度はね、変化球投げるで適用してみようか。これも同じです。あ、これ一応あれでもやってみようか、男女の争いでもね。はい、君の映画に行くを信じて、私は映画に行こう。信じて映画に行こう。でも君は心変わりして劇に行かないだろうか。映画劇ね。相手は信じて映画に来てくれます。こうなりました。でもやっぱり劇にしたくならないか。ならないよね。ちゃんと映画来るの得ですよね。あ、じゃあだったら大丈夫だな、約束通り映画来てくれるなということで大丈夫ですね。はい、じゃあこれはじゃあ今度劇の場合も大丈夫だろうかっていうのを確認しましょうか。で、これ確認しますね。同じく変化球投げますよっていうのを信用できるだろうか、キャッチャーはね。キャッチャーはなんで変化球投げるっていうんだろうか。本当に変化球投げるつもりなら本当にそれで得するんだろうか、考えましょう。変化球投げるをキャッチャーが信じたら、私は変化球待ちますね。0と2でね。はい、でこっち選びます。こっち選びます。でこれ劇でもいいですよ。劇に行くよを信じて、私は劇に行きます。劇の方がいいからね。劇に行くと言って得するだろうか。はい、劇に行きますね。私は劇に行きます。実際そう言って劇に行くって言って得するだろうか、それをチェックするんですね。劇に行くって言っておいて、相手に劇を選ばせておいて、
得してるでしょうか。得してますね。映画に行かれる得してますよね。だからこの人はこう考えるんですね。なんでそんなこと言うんだろうか。劇って言って私に劇に来てほしいんだろうな。実際それで得するだろうか。確かに得してるなということで、2人で劇で会えるからねということで得してますね。ということで1つ目の条件は OK というのが分かりました。実際劇に行く場合には劇に行くって言って得してますよね。で次、果たして今度2つ目の条件ね、別の場合、本当は嘘の場合でもそんなこと言うのが得じゃないだろうかと、それを言いましょう。変化球投げるって言って得する、本当に変化球投げるときにはそうするのが得なのは分かった。でも別の場合ではどうだろうか、本当は嘘だった場合どうだろうか。まず私が変化球投げますよというのを信じて変化球を待ちます。私は得ですからね、変化球待ちますね。果たしてそれによって本当は直球投げる場合であってもそういうことが得だろうか。本当直球投げる場合に変化球投げるって言ったら取ってもらえないよね。下がっちゃってますよね。だから実際には直球投げる場合に変化球投げるって言ったら損しますよね。だから確かに変化球投げるときだけですね。だからイエスで大丈夫です。でこれまた劇でいこうか。果たして劇って言って得するのは劇の時だけでしょうか。劇と言ったら相手に劇を待ってもらえる。でも本当に劇の時に、ごめんなさい、本当は映画に行く場合の時に劇なんて言って私に劇選ばしちゃったら、あなた映画に行くつもりなんでしょう、会えないじゃないかと。だから本当は映画に行くつもりなのに劇って言って、私を引っ掛けたところで得しませんよね。だから本当は別の戦略を選ぶときにはそんなこと言ったら損しますよね。だから信用できるんですね。2つ目イエスと。じゃあ3つ目いきましょう。これナッシュ均衡の話ね。でこれちょっと今日の出席確認でやってみようか。はい、変化球を投げるは信用できるかチェックするために変化球を投げます。それへの最適反応はナッシュ均衡はなってるでしょうか。変化球に投げるって言って私にベストな手を取らせておいて実際に変化球を待たせます。そうするときに本当に約束通り投げるのが得でしょうかって話ね。はい、変化球を投げると言って信じさせます。信じてもらいました。だから相手は変化球を待ってくれます。そこで意表をついて直球投げないか、そうするのが得じゃないか、直前になって手を変えるのが得じゃないか。得じゃないですよね。ちゃんと約束通り投げるのが得ですよね。だからこれ答えイエスですね。ということで、ちゃんとそうする可能性があると、ナッシュ均衡だから、そうする可能性があるというのが答えになりますね。はい、ということで信頼できる予告というのを考えていきました。まあ一応男女の争いでもやっとこうか。劇に行くよって言っておいて相手に劇に来させます。信じてくれて劇に来てくれます。さて土壇場になって相手は劇に来てくれるのに、土壇場になってやっぱり映画に行くだろうか。映画に行ったら一人ぼっちですね。劇に行ったら二人で会えますよね。ということで信用できますよね。ということで確認できますね。はい、ということで OK ですね。でこれで信用できるような利得表のケースを考えました。じゃあ今度信用できない場合いきますね。で同じピッチャーを考えましょうか。同じピッチャーが今度は投球練習が終わって本番になりました。試合本番です。甲子園出場がかかっているかもしれません。で相手チームの打者と対決しています。ここで今から直球を投げるという発言をしたら打者はその発言を信用できるでしょうか。でこれプレイヤー同じですよ。同じプレイヤーが利得表の違いによって信用できるかどうか変わるっていうのを考えていきましょう。で選択肢も同じね。直球投げるか変化球投げるかね。であとはね、同じ例のマッチングペニーズと同じですね。コイン合わせと PK 戦も同じね。直球待ちか変化球待ちかを打者は決める。そんで投げる球を待てたら打者は打てる、ピッチャー打たれる。投げる球を待ったら打者打てる、ピッチャー打たれる。逆に投げてる球を待たれなかったらピッチャーを抑える、打者は空振りすると。で
投げた球を待たれなかったらピッチャーは抑える、打者は空振りと、まあ、こういう利得表ね。果たしてこれ信用できるでしょうか。まあ、直感的に信用できないに決まってますよね。一応さっきの確認でやってみましょうか。じゃあ打者は考えるのね。果たして直球投げると言ってるけど本当だろうか。直球勝負するぞと言ってるぞと。もし本当にピッチャーが直球投げるんだったら直球勝負だと言ってピッチャーは得しますか。得しないんだったら嘘の可能性高いね。であいつが直球本当に予告通り投げて俺が信じたら俺は直球待ちを選ぶなと。それはここね、直球投げに対して直球待ちだったら打てる、変化球待ちになったら空振りする、だから直球待ちにしますよね。はい、直球待ち選びます。その結果相手ピッチャーは打たれます。俺が変化球待ちされた場合よりも損してますよと。ということで私が変化球待ち選んだ場合よりも直球待ちに絞らせておいてピッチャー損してますよね。ってことはこれは得しないんですね。だから信用できないんですね。本当に直球投げる予定の時に直球投げるなんて言うわけないのね。で同様にね、変化球投げるっていうのも信用できないんですね。だから何言っても信用できないから何も情報がない場合と同じって話になるんだけど、まあですが条件2から2もいきましょう。で果たして別の場合に直球投げるって言って得するだろうか。まあちょっとね、これ得するのは直球の時だけとかいう表現変なんだけどね、直球投げる時には得しないんで、まあですが今までのちょっと表現をそのまま引き継いで書いているだけです。別の場合にそういうこと言って得するだろうかって考えるんですね。直球投げると言いました。嘘だったら相手は得するだろうか。直球投げるを信じて私が直球を待ったら、信じたら私は直球待ちますね。それは今さっきと同じね。さてそれに対してそれが実は嘘でした。本当は変化球投げのつもりでした。変化球の投げのつもりでした。そうした場合には空振り取れますよね。得するということで、本当は別行動、変化球投げるつもりだったら直球投げるを私に信じさせることによって得しますよね。ということでこれは直球の時だけですかって言ったらそうじゃないのね。×のですね。まあつまりですね、本当は変化球投げの時に直球投げるという嘘を言いたくなりますよね。だから引っ掛けたくなるんですね、相手を。ということでこれ信用できないのね。2つ目の条件も×ですね。嘘の時にそういうことを言って得します。だから信用できないと。じゃあ3つ目の条件いきましょうか。はい、直球投げるを私が信じました、信じて直球待ちします。果たして土壇場になって相手のピッチャーは手を変えたくなるでしょうか。つまり、直球投げに対する最適反応ですね。こうでそれに対して約束通り直球投げるのが得でしょうか。そんなことないよね。直球待つを信じさせ、直球投げるを信じさせて直球待ってくれるんだったら相手の狙いを外すために変化球投げますよね。手を変えたくなりますよね、直前で。ということでノーになりますね。なし健康じゃないよね。だからピッチャーは自分の発言を、予告を相手に信じさせられたら手を変えたくなるんですね。発言通りに行動したくなくなるということで信用できないというのが分かりました。ということでこれ、対決型のやつは全部そうなりますよね。 PK 戦でもそうだし。ということで、信じれる状況と信じれない状況があるという話でしたね、相手の行動に関しても。で当然ね、さっきの、男女の争いみたいな場合、キャッチボールの場合のような利害が一致する場合にはやっぱり、発言は信用できるし、そうじゃない場合には信用できないというのは分かりましたね。ということでこれ同じピッチャーでも同じ人が投げる場合であっても利得表次第で嘘を言うのが得か本当を言うのが得か変わってきますよね。だから相手の言うことを信じるべきかどうかっていうのはその人がどうかっていうよりも利得を考えるべきですね。そうすることによって、そう信じさせることによって相手は得するんだろうかと。一つ目の条件ね。なんか皆さんが勧誘された時もそうね、そんなこと言って本当に得するんだろうか。100倍返しますよって言われて本当だとしたら相手は損しますよね。だから嘘っぽいよね。また他の場合でもそういうこと言うのが得じゃないだろうかと。
本当は嘘の場合に私を引っ掛けようとしてないか、逃げるつもりだったらそういうこと言いますよね。100倍にして返せますって言うよね。だからそれもパスできませんよね。で、実際その時になったら逃げたくなりますよね、相手は。ということで、この発言の信用性っていうのは、まあ、当然その人の信用性とかもあるかもしれませんが、利得次第なんですね。だから同じピッチャーであってもキャッチボールの時には嘘をつかないけども、相手の打者と対決する時には嘘をつくということになるわけですね。それが事前のコミュニケーションの効果ということになります。だから、まあ、打者は、ね、信じなければいいだけなんだけど、つまり情報は伝わらないということね。はい、ということで事前のコミュニケーションの結果どうなるでしょうか。まとめますね。まずですね、ピッチャー対打者、これ何が起こりましたかと。これらのゲーム、まあ別に PK 戦でも何でもいいですよ、これらの利得表においては事前のコミュニケーションは機能しませんよね。ってことは、じゃあ実際ゲームが行われるときに事前のコミュニケーションがあるかないかで結果は変わるでしょうか。これ事前コミュニケーション、どんなコミュニケーションがあったとしても、そのプレイヤーバッターはね、その内容を無視しますよね。キッカーがね、右に蹴るよって言って、キャッチャーじゃない、なんだ、キッカーが右に蹴るよって言って、キーパーは信じるかって言ったら信じませんよね。ってことは何て言っても無視ですよね。ってことは、じゃあどういうゲームの結果が起こるだろうか。実現する結果はゲーム前のコミュニケーションが何もない場合と変わらないはずですよね。だから事前に何言っても、まあそれは無視ですね。直球投げるって言っても、投げるかもしれないし投げないかもしれない、それは分かんない、だから何も情報がない状況と同じですね。一方、同じピッチャーが投球練習の場合にはどうでしょうか。投球練習では発言が信用できますよね。で、これこのゲームの場合、男女の争いと同じでしたよね。劇に行くか映画に行くかっていう話とね。で、そっちで考えると分かりやすいですね。で、事前のコミュニケーションが機能しますよね。男女の争いの場合には、映画に行くよって事前に言っておいて、もう一人は信じますよね。で、信じてくれたら私はそれ通りに行動しますね。だからこれ、事前のコミュニケーションが不可能な場合と比べてナッシュ均衡が実現しやすいと考えられますよね。まあ、事前のコミュニケーションがある場合もない場合もナッシュ均衡を実現するって予測するんだけど、直感的にね、あった方がうまくいきそうですよね。だから男女2人が同じ場所に行ける可能性が高いですね。まあ、そう考えられます。で、この男女の争いでは2人は会えるというのがゲーム理論の予測ですね。ただ理由がちょっと違います、今日のと今までのだよね。現実世界で男女の争いがプレイされる状況、2人でどこに行くか決める状況では、2人が事前にコミュニケーションするのが普通ですよね。2人でどこ行こうか言わないでいきなり出かけることないですよね。で、ゲーム理論的に言えば、コミュニケーションがあろうがなかろうが男女が会える結果になると予測します。ですが、その理由として、どっちの次の2つのどっちが自然でしょうかと、説得的でしょうかっていうのを考えてみてください。なんで男女の争いで2人は会えるんでしょうか。これまでの議論では、事前にコミュニケーションなどなくても2人の間のこれまでの慣例、繰り返し今までプレーしてきたと、で、そういう理由などで2人は会えるはずですっていうのがこれまでの議論でしたね。まあ、ちょっとね、混合戦略もあるんだけど、まあ、純粋戦略に限れば、まあ、2人で映画に行くか2人で劇に行くか、まあ、どっちか分かんないんだけど、どっちかが起こるでしょう。なぜなら今までの慣例があったりしてね、それが安定的継続的に持続するはずだからというのが考え方でしたね。ですが、今回の場合には、まあ、こんな場合って普通に事前にコミュニケーション取れるでしょうと。で、そしてこんなコミュニケーション取れる場合には、このコミュニケーションは信頼できるような利得の構造になってましたね。映画に行きたいんだったら A さんがね、映画に行くって言いたくなりますよね。それが1個目の条件ね。そうやってね、映画に行くって言っておいて、 B に映画に誘っておいて、2人で映画に行けますっていうふうになりますよね。得しますよね、 A さんが。また2つ目の条件、本当は劇に行くつもりなんだったら映画なんて言わないよね。そんなこと言ったら会えないですからね。で、3つ目、実際に映画に行くと信じさせて、 B さんは映画に来てくれます。直前になってやっぱりやめたってなりますかね。ならないよね。映画はなし健康ですからね。ということで、
信頼できるコミュニケーションができるわけですね。こんな場合には、そういうふうに信頼できるコミュニケーションを取れる構造にあるのでね、利得構造にあるので2人は会えるはずっていうのが今回の議論です。で、まあ、こう2つの考え方あるんだけど、まあ、後者の理屈の方が説得的なんじゃないかというのが直感的な解釈ですよね。そもそも、こんな状況っていうのは話し合うのが普通だから、それで解決しておしまいという方が慣例だなんだというよりも自然ですよね、というようなのがこの話になります。ということで今日のお話でしたが、まとめますと、次の2つの状況を考えました。ゲームをプレイする前に自分のタイプ、高タイプか低タイプか、これを相手に申告するようなゲームでしたね。そんな状況では利得の値次第で事前コミュニケーションが機能する場合もある。それは2人の利害が一致する場合ですね。また事前コミュニケーションが機能しない場合もある。それは一致しない場合、低タイプであっても難しい仕事をしたい場合、企業は低タイプには優しい仕事をしてほしいのに利害一致してませんね。で、そんな場合があると、それは利得表次第ですね。うまくいくかもしれないし、それは一致する場合ね、で、うまくいかないかもしれない、まあ、うまくいかないだろうと、一致しない場合ね。で、それがそのチープトークという、ただ話すだけの結果ですね。だからこそコストをかけて学歴を獲得するとか、そういうことをして相手にコストをかけて信じさせる手段が必要になってくるというわけですが、それが前半にやりました。で、後半は今度はタイプを言うんじゃなくて、自分が映画に行くよとかね、劇に行くよとか、相手に申告するような状況を考えました。で、そんな場合でも機能する場合があります。それは、このね、男女の争いとかね、キャッチボールの場合にはそうですよね。で、映画に行くっていう理由がありますよね。映画に行くって言って相手に映画を信じさせたら、実際に私は得するから、だから映画に行くって A さんは言いたくなる、1個目の条件だし、2個目は本当は劇に行く場合にはそんな嘘言わないよねと、映画なんて言わないよねと、損するからと。また3つ目の条件は、相手が信じて映画に来てくれるんだったら私も映画に行くよねと、直前で手を変えたくないということで、機能する場合を考えました。また機能しない場合もあります。それはあれですね、 PK 戦だったりね、ピッチャー対バッターだったり、そんな状況で私は直球投げると言っても信用できませんよね。手を変えたくなりますよね、信じたら。で、当然じゃんけんも同じね、じゃんけんでグー出します。言って相手が信じて、A さんがグーを出しますって言って信じて、 B さんがパー出しますね。そうしたら最適反応じゃないよね、チョキに変えますよね。ということで、これ3つ目の条件満たしてませんよね。まあ他の条件も同じように満たしてません。実際にグー出すつもりだったらグー出すつもりだったらグーなんて言ったら負けちゃいますからね、バラしたら。またグーって出して言っておいて、パーって出させておいて、本当はチョキつもりだ、チョキのつもりでした、これだから条件に満たしてないよね。本当はチョキを出す場合にグーって言っておいて得しますよね、相手にパー出させたらね。ということでコミュニケーション機能しないんですね。で、だからそれは、両方あって、それはその人が信用できるかどうかじゃなくて利得表次第ということが分かりました。で、それをチェックするための方法っていうのを考えました。事前コミュニケーションが機能するための条件として、2つの条件、これはね、タイプを明らかにする場合ね。で、まあ、これね、ちょっと専門用語でセルフシグナリングと言います。まあ、別に覚えなくていいです。で、それどんな条件かって言ったら、1つ目の条件は、人は知られて得することしか他人に伝えないはずだから、その相手の言うことを信じて行動したら相手が損すると。つまり知られて損するようなことを言っていたとしたら、その発言は嘘である可能性が高いという条件ですね。また2つ目、別のことを言って、別の状況でも嘘の状況でも相手はそんなことを言って得するかとチェックするんですね。似合ってないのに似合ってますよっていうのが得じゃないだろうかとチェックすると。つまり話者にとって複数の状況で同じ発言をするのが得な場合、例えば似合ってる状況でも似合ってるっていうし、似合ってない状況でも似合ってますよという、そんな場合にはお客さん聞き手は本当に似合ってるのか似合ってないのか分かんないですよと、それをチェックするための条件が2つ目ですね。
本当は嘘の時に得してないか、そういうことでというのをチェックしました。そして最後、意思決定については3条件でしたね。最後にこれはセルフコミッティングと、ミッティング、まあ用語は覚えなくていいです。つまり自分の言う通りにコミットして行動するのが本当に得でしょうかと、つまり予告通りに行動するのが予告者にとって得でしょうか、本当に得なんだったらその予告の信頼性は高いですよね。お金返しますよって言ってお金集めておいて、本当に返すのが得だったら信頼できるかもしれないけど、逃げちゃうのが得だったら返しますよは信用できませんよね。それがこれですね。予告を守らない方が得なんだったら予告の信用性っていうのは低い、予告が嘘である可能性高いですよと。でこうやって相手の行動を、まあ、こういう条件等を使ってね、相手の行動を判断するということができるわけですね、というのが今日のお話でした。ただね、これらの話を、まあ、人間はね直感的にやってるんだろうけども、まあ、それをもうちょっと厳密にやったというのがこの話ですね。ということで、今日の授業は以上です。